イギリス・イングランドの中部地方に位置するサウス・ヨークシャー州シェフィールド市を拠点とする国立大学である。イギリスの大規模研究型大学24校で構成されるラッセルグループの一員であり赤レンガ大学群と呼ばれることがある。2012年に QS 社が発行した QS ワールド・ユニバーシティランキングによるとイギリス11位、欧州20位、 世界66位と評価されている。これまでにペニシリンの抽出でノーベル生理学・医学賞を受賞したハワード・フローリー、フラーレンの発見でノーベル科学賞を受賞したハロルド・クロートなど大学関係者から8人のノーベル賞受賞者を輩出している。1904、1905年に使用された募金依頼ポスター。炭鉱夫。 工場不当から約5万ポンドが募金された。1828年に設置された、シェフィールド医学校ファースカレッジの設立者マークファース、マッピンビルディングの設立者、サーフレデリック・マッピンシェフィールド大学は、もともと3つのカレッジの合併によって建てられた。シェフィールド医学校は1828年に設立され、続いて、 ファースカレッジが鉄工業者のマーク・ファースによって1879年に芸術科学の分野を教えるために設立された。その後、マーク・ファースは他のどのカレッジも教えていなかった応用科学を教えるためのシェフィールドテクニカルスクールを1884年に設立するため援助をした。この3つの教育機関は1897年に統合され、 ユニバーシティカレッジオブシェフィールドとなった。もともと、ユニバーシティカレッジオブシェフィールドは、ビクトリア大学の4番目のメンバーとして、マンチェスター、リバプール、リーズに続いて加わると想定されていた。しかしながら、ビクトリア大学は、この構想が実現する前に分裂し始め、ユニバーシティカレッジオブシェフィールドは自ら直径1905年に、受け、 シェフィールド大学に変わっていった。出身や宗教にとらわれず実用的な分野の教育、研究を重視しようとした創立背景は、同時期にイングランドの主要工業都市において創立された後、大学や1810年にプロイセン王国において創立されたフンボルト大学ベルリンに近いとされる。1905年にはフルタイムの生徒が200名だったが、 大学は1950年代までゆっくりと成長を遂げ、そして1960年代には急激な大学の規模拡大が始まった。多くの新しい建物が建てられ、学生の数は現在の学生数の2万4千名弱ほどまで増えた。1987年に大学はビクトリア連邦大学のメンバーになる予定であったった大学と協力し合い、 海外留学生の教育、雇用のための連携を取るノーザンコンソーシアムを始めた。1995年、大学は医学部を拡大し、シェフィールドノース、トレントカレッジ・オブ・ナーシングミッドワイフリーを引き継いだ。2005年サウス、ヨークシャー・ストラテジック・ヘルス・オーソリティは、シェフィールドとシェフィールド・ハラム大学間のトレーニングを分けると発表した。 しかしながら大学は、ナーシングとミッドワイフリートレーニングの登録を、費用と運営上の問題から撤退することを、決定した。ファースコートサーフレデリック・マッピン・ビルディング書記。サーフレデリック・マッピン・ビルディング登記。アルフレッド・デニー・ビルディング・ジェソップ。ビルディング・エイミリー・ジョンソン・ビルディング・バルトロメハウス。スクール・オブ・ロー。リチャード・ロバーツ・ビルディング。リチャード。 ロバーツ・ビルディング・アーツ・タワー2008年に発表された研究評価事業または3国際的に優れている研究とされ、これはラッセルグループ内において上位10校に位置する研究力と評価された。ハイア・エデュケーション・ファンディング・カウンシールが発表した2009、10年のデータによると、 一般教育修了上級レベルの成績において、アブ以上を取得した生徒が進学した率の最も高い上位12校のうちの1校であった。この結果に基づいて、英史テレグラフは、当12校を、イングリッシュ IB ーリーグと呼んでいる。1993年から2001年にかけて、実施された、教育水準に評価と評価された。これは、前衛で、 第3位の結果であった。2001年にサンデータイムズユニバーシティオブザイヤーに選出され、また2011年タイムズハイヤーエデュケーションによってユニバーシティオブザイヤー2011に選出されている。2013年にザ・タイムズが実施した分野別調査によると、航空工学、機械工学、政治学、都市計画及び造園学、図書館情報学の5分野において、 全英上位3位内であると評価された。シェフィールド大学は、いわゆるキャンパスユニバーシティではなく、建物が一つの場所に集中していない。しかしほとんどの建物はそれぞれ近くに立地している。大学の中心は、シェフィールド市街中心地から西に1.6キロのところにあり、そこには、大学関係の建物が1.6キロにわたり、連なっている。 この近辺は、シェフィールド・スチューデント・ユニオンや、オクタゴン・センター、ファース・コート、ジオグラフィー・アンド・プランニング・ビルディング、アルフレッド・デ・ニー・ビルディング、デーントン・リチャード・ロバーツ・ビルディング、ヒックス・ビルディングがある。図書館とアーツタワーもこのメインキャンパスに位置する。アーツタワーには、数少ないヨーロッパのパターのスターエレベーターの一つがある。 メインロード下のコンコースは生徒たちが建物を行き来しやすいようにできている。2007年にはインフォメーションコモンズが新しい建物の間に開かれた。インフォメーションコモンズは新しくできた図書館、コーヒーショップカフェであり、コンピューター設備やラウンジ、多目的スペースも整っている。東にはセントジョージキャンパスがあり、セントジョージ教会から名付けられた。 キャンパスは、マッピンストリートの中ほどにあり、エンジニアリングやマネージメント、コンピュータサイエンスのメインキャンパスとして利用されている。また、大学は、ターナーガラス美術館もこのキャンパスで管理している。大学は近年、ビクトリアに様式としても知られるジェスップ・ホスピタル・フォー、ウィメンの建物とハズの建物を吸収した。双方の建物は現在、現代後、歴史。 英文学科用に改築中である。ロースクールは、クルックスムーアビルディングから、バルトロメハウスに2008年初めに移転している。さらに西に行くと、クルックスムールにウェストンパーク、ウェストンパーク美術館、ハロルドカントールギャラリー、スポーツ施設があり、ロイヤルハラムシャー病院には、医学部がある。さらに西の方には、大学の学生寮がある。タプトンホールや、 エンドクリフスチューデントビレッジがある。ブルームヒルにある音楽学部もこのエリアをベースにしている。1200のベッドを所有する新しい学生寮がランムアスチューデントビレッジに建てられた。ランムア近くには家族向けのフラットもある。EN ・マンバーズキャンパスはロザラムとバーンズリーの間のワスオン団に 一致していて看護関係の授業の多くがここで開講されている大学は5つの学部及び国際学部をギリシャのテッサロニキに設置しているまた英国最大級の英語センターを要し毎年約3000人の学生をサポートしているシェフィールド市を拠点とする2大学シェフィールド大学とシェフィールドハラム大学は 毎年バーシティと呼ばれるスポーツ競技会を共催している。httpww.chefac.uk w コンテント 1c6017665 アニュアルレポート2008から09 bpdfhatabcall students by h.e.institution Level of Study Mode of Study and Domicile 201011 ハイヤーエデュケーションスタティスティックスエージェンシー2012年5月24日閲覧 http www.terpuniversities.com ユニバーシティランキングスワールドユニバーシティランキングス2012アクセスデートイコール11セプテンバー2012ヒストリカルノートシェフィールドユナイテッドキングダム ユニバーサイリー・オブ・シェフィールド2012年8月20日、閲覧。http://www.sheffield.ac.uk スラッシュアバウト・ハット、フンボルト・ユニバーシティ・ストラクチュアル・モデル・ヒストリー2012年8月20日、閲覧。ラエ、リサーチ、エデュケーション、ハイヤーエデュケーション。 The Guardian, http://www.guardian, co.uk, education, table, 2008, december, 18,0-2008 results uk universities.Lae, research, education, higher education.The Guardian, http:/www.guardian, co.uk, education, table, 2008, december, 18,0-2008シリザルツ UK ユニバーシティーズ2008年12月18日閲覧。シェフィールドアマングトップ14リサーチパワー。シェフィールドユナイテッドキングダムユニバーサイリーオブシェフィールド2012年8月20日閲覧。ペイトン グラハム、トップステューデンツ・コンセントレーテッド・イン・ジャスト12、エリート・ユニバーシティーズ。ザ・デイリー・テレグラフ、httpww. w テレグラフ、co,uk, エデュケーション、エデュケーション・ニューズ、8635891、トップ・ステューデンツ・コンセントレーテッド・イン・ジャスト -12、エリート・ユニバーシティーズ、html2011 年8月12日、閲覧。 http://www.cheffield.ac.uk コロンススラッシュスラッシュレッツスラッシュデザインスラッシュ evaltq スラッシュテーブルオブ s ワースコアーズプラス2012年9月6日、閲覧。http://tarpuniversities.com ユニバーシティランキングスワールドユニバーシティランキングス2012 アクセスデートイコール11セプテンバー 2012QS トップユニバーシティーズ20112011年9月14日閲覧 QS トップユニバーシティーズ20102010年9月14日閲覧タイムズハイヤーエデュケーション、QS ワールドユニバーシティランキングス二千九二千十20092010年3月13日閲覧 QS トップユニバーシティーズ2008 2008年10月9日閲覧 QS ワールドユニバーシティランキングス2007タイムズハイヤーエデュケーション2010年9月14日閲覧 QS ワールドユニバーシティランキングス2006タイムズハイヤーエデュケーション2010年9月14日閲覧 QS ワールドユニバーシティランキングス2005 タイムズハイヤーエデュケーション2010年9月14日閲覧トップ200ザタイムズハイヤーユニバーシティランキングス2012から2013 2012年10月4日閲覧トップ400ザタイムズハイヤーユニバーシティランキングス2011から2012 2011年10月5日閲覧トップ200 ザタイムズハイ s ーユニバーシティランキングス t y Rankings 2010-2011。2011年10月5日閲覧。アカデミックランキングオブワールドユニバーシティーズバイ、上海ジアオトンユニバーシティ2012。2012年9月10日閲覧。アカデミックランキングオブワールドユニバーシティズバイ、上海ジアオトンユニバーシティ2011。2012年8月20日閲覧。 アカデミックランキングオブワールドユニバーシティーズバイ上海ジアオトンユニバーシティ20102012年8月20日閲覧アカデミックランキングオブワールドユニバーシティーズバイ上海ジアオトンユニバーシティ20092012年8月20日閲覧アカデミックランキングオブワールドユニバーシティーズバイ上海ジアオトンユニバーシティ2008 2012年8月20日閲覧。アカデミックランキングオブワールドユニバーシティズバイ、上海ジアオトンユニバーシティ2007、ハットアカデミックランキングオブワールドユニバーシティズバイ、上海ジアオトンユニバーシティ2006アカデミック。ランキングオブワールドユニバーシティズバイ、上海ジヤオトンユニバーシティ2005、ランキングスオブユーケー、ユニバーシティズバイサブジェクト42013。 The Times.2013 年4月13日閲覧。Rankings ンン of UK.Universities by Subject for 2012.The Times.2012 年9月4日閲覧。AB.Faculties.The University of Sheffield.2010 年6月16日閲覧。Find.A University.University of Sheffield エルトク。 ブリティッシュカウンシル2018年10月13日閲覧 ABC アウトスタンディングシェフィールドアランナイユニバーシティオブシェフィールド2015年6月24日閲覧ヘレンシャーマン OBE シェフィールドシティカウンシル2015年6月24日閲覧英語日本語ありがとうございます